攻守方向入れ替わり、今度は大阪府警が画面向かって左から右に攻める形になります。ボールオンは大阪府警陣16ヤードの位置からサードダウン2で試合再開となります。大阪府警サードダウン2、成功、ファーストダウン。ここで大阪府警外へ振りました。ヒッチパスをワイドレシーバー16番に託しまして、そこから16番キャッチアンドラン、見事攻撃権更新としています。大阪府警ファーストダウン、見事攻撃権更新果たしました。大阪府警ワイドレシーバー16番は内田、九州産業大学出身のプレイヤーです。大阪府警陣地返しまして、自陣27ヤードの位置からファーストダウン10。クォーターバック11番、ロールアウトからパスを投じようとしましたが、このポジショニングをセットする前にアイランズ99番が殺到、 QB サックにより約4ヤードロスとなりました。見事 QB サックをしたのはクラブアイランズ99番の徳山、法政大学出身です。大阪府警セカンドダウン14、ボールオン自陣22ヤード。ここで大阪府警はオプションプレーを選択しました。リードオプションのピッチを受けました26番、右オープンを展開しましたが、ゲインは約5ヤードにとどまっております。キャリアしましたのはランニングバック26番の年岡、立命館大学出身、ゲイン約7ヤードになっております。大阪府警サードダウン7、ボールオンは自陣29ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック11番、ハンドオフフェイからワイドレシーバー1番にパス。1番、これはボールに触れましたが、しかしキャッチできず、パス不成功によりフォースダウンと変わります。大阪府警フォースダウン7、パントフォーメーションを選択します。ボールオンは自陣29ヤード。このバントはハーフウェイ付近でアウトオブバウンズしまして、この位置での攻守交代となります。攻守変わりまして、クラブアイランズハーフウェイからファーストダウン10。大阪府警ナイスディフェンス。ここで中央へのランプレーを展開しようとしましたが、ここで大阪府警71番87番65番が殺到しまして、このランプレーを1ヤードロスに変えました。大阪府警65番は摂田、近畿大学出身、71番は倉谷、関西学院大学出身、そして87番は山口、摂南大学出身です。クラブアイランズセカンドダウン11、ボールオン自陣49ヤード。さあ、ここでクォーターバック自ら中央へのランプレーを展開しましたが、
さあこの判定を待ちましょう。先ほどのプレー、クォーターバック中央突破した際、ボールファンブル発生したかと思われましたが、その前に膝がついておりプレー終了という判定になりました。従いまして約2ヤードの原因となりまして、クラブアイランズ攻撃続行です。クラブアイランズサードダウン9の状況で試合再開です。クラブアイランズ相手陣49ヤードからサードダウン9。不成功。ここでクォーターバック18番右ロールアウトから大きく迂回してサイドライン際にいたレシーバーに向けてパスを投じましたが、しかしパス不成功でした。パス不成功でフォースダウンに変わります。クラブアイランズフォースダウン9、パントフォーメーションを選択します。大阪府警リターン試みますが、しかし自陣15ヤードを超えた位置でこの位置からの攻撃という形になります。攻守変わりまして、今度は大阪府警の攻撃です。ボールオン自陣17ヤードの位置にセットされました。この位置から大阪府警ファーストダウン10。さあまず外へ振りました。クォーターバック11番ワイドレシーバー16番にヒッチパス、そこからのキャッチアンドランを図りましたが、ハイランズのディフェンスもカバーよく、ゲインは2ヤードにとどまっています。パスを取りましたワイドレシーバー16番は内田でした。クォーターバック11番は田島、桃山学院大学出身。大阪府警セカンドダウン8。さあ今度はランプレーによる突破を図りましたが、アイランズ75番がナイスディフェンス。ハンドオフを受けた瞬間、75番が見事にタックルしまして、約3ヤードロスに変えています。素晴らしいタックルをしましたのはクラブアイランズ75番の折田、龍谷大学出身。184センチ110キロの巨漢がここで素晴らしいプレーを決めました。大阪府警サードダウン11。さあここでドロープレーを展開します。何枠26番、密集点をつきまして一気にゲインをしていますが、しかし攻撃権更新にはわずかに至っておりません。フォースダウンに変わります。しかし見事なランをしましたのはランニングバック26番の利岡でした。立命館大学出身。大阪府警フォースダウン3、パントフォーメーションを選択します。
このパントはシャンク、自陣脱することはできず大阪府警陣40ヤード付近でアウトオブバウンズとなりました。この位置での攻守交代となります。クラブアイランズ相手陣40ヤードからファーストダウン10。さあまずランプレーから入りました。何枠28番、ハンドオフを受けて左オープンに展開。しかしこのランプレーによるゲインは1ヤードにとどめられております。クラブアイランズセカンドダウン9、ボールオン相手陣39ヤード。パス成功、ファースター。クォーターバック18番、ここで右にロールアウトしてロングパス。これをワイドレシーバー83番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。クラブアイランズファーストダウン。見事攻撃権更新となるパスキャッチを決めたのは83番の橋本、近畿大学出身。クラブアイランズ相手陣14ヤードからファーストダウンテ。さあ中央へのランプレー、素晴らしい粘りで約7ヤードのゲインとしています。見事なランをしましたのはランニングバック21番の山崎、滝川高校出身のチームキャプテンです。クラブアイランズセカンドダウン3、さあ中央のランプレーだが、これは大阪府警ナイスディフェンス。何枠42番の突進によって攻撃権更新を図りましたが、これを大阪府警52番、44番が素晴らしい対応をしまして、ゲインほとんどない状態で止めました。44番は青山、手塚山大学出身、52番の中上は京都産業大学出身のチームキャプテンです。クラブアイランズサードダウン3、ボールオン相手陣8ヤード。クラブアイランズファースター。クォーターバック18番、ハンドオフェイから左オープンに自らキープ、相手タックル弾き飛ばして攻撃権更新を果たしましたが、しかしイエローフラッグ反則が発生しています。ここで大阪府警にレイトヒットの反則がありました。プレーが終わった後にヒットしたという反則です。この反則は重大な反則として扱われます。本来ならば15ヤードのバッタイですが、残り距離ありませんので残り距離半分のバッタイ。しかし相手にファーストダウンを献上する形になります。これによりクラブアイランズ相手陣2ヤードからの攻撃を得ます。クラブアイランズ相手陣2ヤードからファーストダウン2ボール、エンドゾーンまで残り2ヤードの攻防となります。
さあ中央のランプタッチアこの球威をクラブアイランズ26番テイルバックの内からハンドオフを受けて右オフタックルへのパワープレー、味方オフェンスラインのパワーも生かしそのままエンドゾーンなだれ込んでタッチアクラブアイランズ6点獲得としました。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに挑みます。キッカーは7番の砂川が務めます。手塚山大学出身。キック成功1点追加、クラブアイランズ7点、大阪府警シールズ0点。まずクラブアイランズタッチダウンで先制としました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点となります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。自殺点の2点を加えますとアメリカンフットボールワンプレーによる得点は2点、3点、6点、7点、8点という5通りになります。この足し算により構成され、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は先ほど得点を挙げたクラブアイランズのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。先ほどはクラブアイランズランニング枠26番沼、見事に足し算を挙げました。さあこれにより膠着しておりました試合に動きが生じます。前半残り時間は1分38秒となっておりますが、この状況果たしてどのように変わっていくでしょうか。さあここでオンサイドキックを敢行したが、自ら攻撃権を得ようとクラブアイランズここでオンサイドキックを敢行しました。しかしこれは大阪府警が抑えまして、大阪府警の攻撃という形に変わります。結果的に大阪府警は自陣47ヤードの位置から攻撃を開始することが可能となりました。さあ残り時間は1分30秒となっており31秒となっていますが、大阪府警この位置を生かすことができるでしょうか。大阪府警ファーストダウン10、さあまずオプションプレーでランプレーによる展開をしました。ランニングバック26番ピッチを受けまして右オープン展開し、約8ヤードのゲインとしています。ランニングバック26番は年岡、立命館大学出身。しかしボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。大阪府警すかさずプレーを展開します。セカンドダウン2、さあ再びランプレー、ナイスラーファーストー、ここでランニングバック26番再びボールを託されて中央突破し攻撃権更新としました。大阪府警ファースター、ここでホイッスル、大阪府警ここで前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。大阪府警ランプレーにより時間の消化をしてしまう状況を避けるためここでタイムアウトを取りました。前半残り時間は55秒となっています。本日も寒風吹きすさぶ中、しかし多くの方々にこの試合をご覧いただけております。大変ありがとうございます。さあ大阪府警このチャンス生かすことができるでしょうか。ボールオン相手陣38ヤードから試合再開です。大阪府警ファーストダウン10、試合時間残り55秒、前半残り時間は55秒です。しかしここでキュービーさん、クォーターバック11番、ここでパスを投じようとロールアウトをしましたが、それを見計らってクラブアイランズ99番がキュービーさん、5ヤードロスを奪っております。ここでホイッスル、ここで大阪府警前半2回目のタイムアウトを取ります。
前半残り時間は40秒となりました。素晴らしいクォーターバックサックを決めましたのはクラブアイランズ99番の徳山、法政大学出身です。さあ下げられましたが大阪府警突破できるでしょうか。ボールオン自陣43ヤードから試合再開となります。前半残り時間40秒、セカンドダウン15。QB スターク、ここで再びアイランズ99番 QB スタークです。連続サックによりさらに下げます。クラブアイランズ99番の徳山、ここで素晴らしい仕事を続けました。大阪府警相手陣49ヤードからサードダウン19。さあここでヒッチパスによるキャッチアンドランで1番に走らせました。ゲインはしておりますが攻撃権更新には至っておりません。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりましてクラブアイランズ7点、大阪府警シールズ0点でクラブアイランズワンタッチダウンリードで前半戦終了となります。双方とも膠着状態にありましたがその中を割って入る形でアイランズがまず先制のタッチダウンを上げた形で前半戦終了となりました。しかしその差ワンタッチダウン、状況はまだ変わる状況はまだある得点差であります。このハーフタイムで双方とも打開点を見出すことができるでしょうか。その作戦タイムの間、私もここで一旦インターバルを取らせていただきます。試合再開近くなりましたら再び音声を入れさせていただきます。